にちは、ドクターレーションです。今日はですね、新年早々美容の施術を受けたいと思うんですけれど、今日はダーマペンとミラノリピールという肌質改善の施術を受けたいと思います。ダーマペンとは16本の針が1秒間に約120回振動して肌に見えない穴を開けてくれます。その針による総称治癒効果で毛穴だったり、あとはニキビ跡などを改善してくれる効果があります。また皮膚の表面に穴が開いた状態で薬液を一緒に使うことでいろいろな効果をアップしてくれるというものです。ですがダウンタイムがある施術で少し血が出たり、あとは赤くなったりすることがあるので要注意です。麻酔をしていただきました。目の下は麻酔テープで、顔は麻酔クリームを塗っていただきました。これで15分待ちます。あ、全然痛くない。何？ですね、どっちかっていうと削られてる、気持ち削られてる。なんか特急だったら、はい、こんな感じでダーマペン終了しました。表面に穴が開いたままやっていきます。ミラノリピールとはトリクロロサク酸、サリチル酸などの酸によるピーリングですが、アルギニンやビタミン B2、スクワランが入っているので、ピーリングするだけではなくて皮膚の再生もしてくれるようなもので、コラーゲンを強力に生成してくれると言われています。ハリ感の低下や肌質改善がしたい方におすすめです。ピリピリするような痛みだったり、場合によっては皮膚の剥離が起こる可能性があるので、ややダウンタイムがある施術です。あ、でも思ったより痛くないです。やっぱりマッサージピールと比べると痛くない、灼熱感はないです。取ってもらえております。新年初の施術をしました。はい、ということで今日はこんな感じですっぴんで終わるんですけれども、私はですね、かなり赤みが出ない方みたいで、ミラノリピールのおかげですっごいもうすっごいツルツルなんですけど、この後だいたい1週間以内ぐらいにミラノリピールの効果が出てきて皮がベロッと剥けます。そうするとだいたい1週間から2週間後ぐらいにつるっとした感じになるんですね。で、まあ、ダーマペンの効果としてはこう傷をつけて、それがこうそこの部分がさらにコラーゲンを生成した時にちっちゃくなるので、これはすぐに効果は出ないと思うんですけど、1ヶ月後ぐらいに出てくると思うので、またその時肌を見ていただければなと思います。今帰宅して家なんですけど、赤みが今更めっちゃ出てきました。後から出てくるんだねこれ。うん、なんで終わった1日目はこんな感じでした。早く赤みが引くことを祈ります。はい、ということでこの動画楽しかったら高評価と YouTube チャンネルのチャンネル登録、そしてチャンネル登録したら通知をオンにしてお待ちください。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。